設定いただく開発フォーラムの上須です。今回はベトナムの生産性動向と残された課題、このままでは中所得の罠を突破するのが困難な理由と解決案の提案をテーマに、本学の大野健一教授とトランバントゥ早稲田大学名誉教授にお話をいただきます。それではこれから大野健一先生のプレゼンテーションに移ります。健一先生、どうぞよろしくお願いいたします。ベトナム生産性レポートのハイライトということで概略を申し上げますけれども、はい、失礼しました。この四半世紀ずっとベトナムの産業政策をモニターしてきて、時々アドバイスもしてきたんですけど、ちょっとミュート、他の人ミュートになってないんじゃないの？大丈夫ですか？はい、すみません。なんだ。それでは始めます。それで一番最初。これまでのベトナムの経済の評価ということで、まずバックグラウンドでのお話をしたいと思います。これは私の、私の評価ですけれども、まあ、ベトナムはドイモイ政策とそれからグローバリゼーションを経て、まあ、皆さんご存知のように非常に経済成長と工業化を遂げたわけで、貧困国から中所得国になったわけです。でもちろんその街の景色も随分変わりました。ところがですね、その原動力は何かというと、もちろんまあ民間部門が抑圧が取れたというのが初期にあったわけですけれども、主な原動力はここに書いてあるような貿易投資援助、海外送金などの外からのインパクト、それから活発な公共投資、それから民間の建設部門、資産バブルなどだったと思われます。一方ですね、生産性、技術、技能、競争力といったものは我々が90年代の最初に期待したほどは、まあ、リサーチャーもそうですし企業の方もそうだと思うんですけれども、それほどの躍進は見られなかったと思います。それからそれをサポートすべき政策の質があまり良くなかった。で多くは実施されず、実施されても効果が出なかったということで、これまでの成長というのは質的なものよりも量的に拡大したという面が多かった、強かったと思います。現在進行している賃金上昇、高齢化、それから短期執行がこれは進んでいるわけですけれども、昔のように若くて勤勉で手先が器用だけでは世界に売り込める付加価値、それから高い所得を目指すことはできないんじゃないかと。これはまあ中所得の罠に今のままでは陥るリスクは高いという。で私とベトナムの関わりですけど、まあ、これ読んでいただければ関心ある方は説明いたしません。でそういう状況の中で我々はベトナム生産性レポートというのを作成しました。でベトナムの政府とか共産党は、まあ、生産性への関心がこの 2,30 年あったわけですけれども、現在はまたさらに高まりつつあると思います。ところがデータ分析とか現状認識、あるいは政策議論というのはまだまだ街は非常に入り口のところで同じところを回っているような感じがいたします。このギャップをまあ少しでも埋めるためにこのレポートを作りました。でベトナムの大学の研究所 BPR に主な統計作業をさせていただいて、残りを我々がする、政策提言を、まあ、日本のものを我々が埋め込むということで作りました。で首相府も党の中央経済委員会も一時は非常に関心を持ってくれたんですけれども、なぜか、まあ、こういうことはよくあるわけですけれども、関心が突然途切れたりなんかして、そういう状況です。でベトナム商工会 BCCI ですね、それから日本の大使館の継続支援はありました。それから経産省と JICA の資金支援もありました。それから後からお話しされますトランバント教授、それからもう一方の教授からも、まあ、正式なアドバイスを得て、
で本当はもうちょっと早くできるはずだったんですけれども、いろんな理由があってもうまだできてません。ただ今お話しするのはもう 99% できて、まあできてないのはちょっと新しいデータをアップデート したいというだけですから、中身的には完成です。で皆さんご存知のように今年がベトナムの政治の年でありまして、ちょうど今頃非常にそのバトルによって次の党が政府が誰になるかやってると思うんですが、もう来年の初めまでには決着つくと思いますけれども、それが新しい終わって新しい政権が発足して仕事をしだすのは、まあ、来年の前半か中頃かな、その頃前後に、まあ、このレポートを打ち出すのも、まあ、タイミング的には悪くないと思っております。それから、まあ、生産性分析のお話ですから、ある程度テクニカルな話はあるんですけれども、まあ、私はそういうのをできるだけ、まあ、普通の言葉で喋りたいと思います。ただここで言いたいことは、労働生産性というものと全要素生産性 TFP ですね、この2つが主な分析対象になっております。それからそのうちの労働生産性については2つの要因分解というのができまして、この超スタンダードな分析だと思うんですけど、これは後でご説明申し上げます。はい、ここまでがまあイントロダクションでありまして、これから生産性に関する我々が発見したというか確認しました8つのハイライトを一つずつ申し上げます。これはレポートの第2章から4章に入っていることですけれども、まず第1に非常に基本的なデータ、労働生産性の上昇はどうだったか、レベルはどうだったか、でこれはグラフであって、青いのが実質ベトナムドンで示した水準であります。でその赤いのはこれは変化率です。この91年からの労働生産性の伸びは 4.5%、 これはどういうふうに見るかですけれども、東アジアでは、まあ、まあ平均的な伸び方であって低いとは言えないんで、国によってはフィリピンとかマレーシアですか、時々マイナスになる国もありますけれども低くはないんですけれども、逆に中国のような、あるいは過去の日本とか台湾韓国のような他国を追い抜いてその上に上がってくる順位でですね、そういう急スパートもベトナムでは見られなかった。出発点が非常に低かったので、絶対水準的にはまだ ASEAN の中で非常に低いし、その皆と同じスピードで上がってますから、その順位もそんな変わってないということです。これがまず最初の、これ、あ、そうだ、それからそのこのグラフを見ると、最初にまあ自由化された時にぐっとこう成長の伸びが早かったんですけど、その後結構長い期間変化率はこちらですけど 3-4% で止まってた、まあ、新興国にしてはそんなに早くない時期がずっとあって、で最近になってはこれはもう データもうちょっと伸ばしたいんですけれども、なぜか上がってきたっていうね、この3期があります。それがこのスライドですけれども、そしてまあドル換算で、ドルの実質換算で見ると、まあ周りのアジアの中所得国に比べてベトナムは今言ったように別に順ごぼう抜きしてるわけでは全然ないので、この黄土色のがベトナムで確かに上がってるんですけれども、上位上にはいっぱい国いますし、とても彼らにキャッチアップして追い抜いているという感じではない。それをやってるのはこのちょっと見にくいですけど灰色の中国でありまして、一番低いところから今上位中所得国になって、まあ、これ以上いくのかもしれません。で2番目のファインディングとして、これは非常にキーというかよくわからないことなんですけれども、ベトナムの製造業に関しての労働生産性は停滞しております。でそれはこのグラフで、これさっきと同じで、これは製造業だけを取ったわけですけれども、91年から2001年まで10年間は着実に、上昇してきた製造業の労働生産性ですね。そこから全然動いてないんですよね。でこれは成長率とってももちろん最初は上がって 10% 近く上がってて、それ以降は 0% の周りを変動して、これは新興工業国としてはよくわからないことで、なぜこういうことになるのか、これはもちろん日本ではなかったし、いわゆるニーズっていう韓国、香港、台湾、シンガポールにも
こんなことはなかったわけです。それからデータがおかしいのかとかいうこともあるんですけれども、労働生産性というのはただ製造業の付加価値と生産量を労働者で割っただけで、そこには何も、ごまかすところも手品も何もないので、非常に単純なデータであって、これは全く間違いであるということはありえないと思います。それからもう一つよくわからないこと、不思議なことは、外資部門 FDI 部門ですね、これの労働生産性が低下す低迷するだけなくて、一旦低下してから低迷しているわけです。これがこの図ですけれども、所有形態別に見ると赤いのが民間部門、非常に低いですけれども、まあ、これは零細も含めますから非常に低い。それから国有部門は青で、いずれもそれなりに上昇してきますけれども、 FDI セクターを見るとやはり2001年までは急上昇した中で、これ急なんですか、急減して、それ以降もあんまり伸びてないんです。これもどういうことなのかよくわからない。外資というのは生産性高い、競争力あるはずで、それがどんどん入ってくるとなぜこういうことになるのかというのは、これはベトナムに非常に不思議な状況なので、それはなぜかということは、これ厳密にそのデータ分析して確実な立証したわけではないんですけど、いろんなデータはあります。それを見る限り、こういうことではないんじゃないかということをレポートに書いたことをここで申し上げると、まず製造業と外資というのは企業のレベルではまあかなりオーバーラップがあるわけで、外資の中で製造業がたくさんあるわけで、まあ、同じ問題だろうということは言えます。でその最大の問題はおそらく生産性停滞の原因としては、製造業の中身が2000年2001年頃に変わったんじゃないかと、じゃないかというか、それはデータ見ればすぐ分かるんですけれどもFDI の構成が顕著に変わったと。で1990年代は、ね、まあ、初期の頃では設備とか技術を要する鉱物とかエネルギー採掘、まあ、ロシアなんかはもうガス田を掘ってましたけれども、そういうものが大きく出てくる。から日本勢も自動車、バイク、それから家電製品とか、そういうものを国内向けに売って、それに必要な金型、プラスチック、そういうものが入ってくると。これは何千人何万人とか雇うとこもんではなくて、やっぱり比較的小規模の人たちがやるものだった。ところが2001年ぐらいからは、これはまあアメリカとの関係が改善されたというか、正常化されたとか、そういうこともあるんだと思うんですけれども、あるいは IT バブルがあったということがあるかもしれないけれども、韓国、台湾勢を主にする輸出志向、労働集約型の大人数作業、ここに書いた医療、靴、電子組み立てなのが、まあ、以前もありまして、日経勢もやってましたけれども、これが激増したんじゃないかと。でそういうようなタイプの作業というのは単純作業ですから、まあ、データ的に見ると国内価値創造や労働生産性はどうしても低く出ます。でこれが増えてきたんで、まあ、これはある意味で労働集約型から始める国っていうのはごく普通なんですけれども、問題はベトナム政府がこの25年間なりをこの状況を放置して、いわゆるそのスマイルカーブの上の方に上がろうとか、生産性、品質、競争力を高める政策を打ち出して成果があったということがなかったのが政策的な問題だと思います。で例えばマレーシアの90年代には製造業プラスプラス、マニファクチャリングプラスプラスという戦略を打ち出しました。まあ、それからタイも、まあ、あれ2015年でしたが、新外資法で、いわゆる選択的に価値を持ってくる、新しいものを持ってくるものだけにインセンティブをたくさん与えるというようなことをやっても、ベトナムでは外資を変えなきゃいけないということはもう長い間聞いてるんですけど、もうそういうような決定的なものは政策が出てません。でそういう状態ですから、外資側もグローバルバルチェーンの中でベトナムを単純作業する国と、まあ、納得して位置づけて、それを変更する猶予を持たない。で政府がそういうのを奨励したり強制したりすれば別ですけど、そういうことはないもんですから、政府の怠慢と外資のそうした態度というのは総合感的な不循環ではないかと。まあ、これは完全に証明したということではなくて、そういういわゆるデータを見てそう思うだけですけれども、
ただし企業の国籍によるというのは少なくともまあ日系企業は質の産業を育てたり、いろいろベトナム人をレベルアップしたりすることはそういう企業は日系企業には多いと思いますけど、全体で見ると、まあ、そういうような位置づけかなと。今から賃金がさらに上昇するでしょうけれども、外資はそのやってることをレベルアップせずに他国へ移っていく可能性で、マイグレーションしてしまう可能性があって、これはもう典型的な中所得の罠のパターンでありますから、この辺の議論というのはベトナムにとってウォーニングサインになるんじゃないかと思います。4番目、ルイスモデルの転換点の議論ですけれども、皆さんアーサー・ルイスのモデルご存知でしょうか。で、典型的な途上国の工業化というのはこういうことになるんだということで、一方で農村には労働、余剰労働があると、忙しいのは田植えと稲刈り時だけで、あとの時はそんなにやることがない、例えばですね。そういう時に都市あるいは近郊、都市近郊にいろんな工場あるいはそれに関連するサービスが発生してどんどん拡大していくと、みんな出稼ぎに行くわけです。それは英検に行くのもあるし、大学に行ってその後都市に行くのもあるし、シーズナルもいろんなありますけれども、で必ずしもみんながその職に就けるわけではないですけれども、まあ、こういうようなパターンというのはアジアの国はもうアジアだけではないですけれども、非常に典型的な労働移動、国内労働移動のパターンです。でそれでやってるうちに労働者が余剰労働者がなくなると、それから以降は労働市場がタイトになりますから、賃金を上げていって上げて競争しないと人を取れないという状況になって、日本ではそれは1960年に起こりました。そういうターニングポイント、転換点と申しますけれども、ベトナムについてはこのターニングポイントっていうのに対してどのポジションにあるんだろう、どの位置にまで到達したんだろうということを見てみますと、ベトナムではもちろん農業が減って工業商業が雇用人口が増えるのは顕著です。それからハノイとかホーチミン市のあるいはその周辺ではすでに労働市場がタイトで、これはもう企業やってる方はよくお分かりだと思いますけれども、ホーチミンではもう2000年ちょっと過ぎた頃からかなりタイトで、ハノイはそれにもうちょっと後からタイトになって、もうその都市の周辺ではとても工場で人は集められませんから、遠くに行く、ダナンに行く、あるいはタイウェンショーに行ってサムソンが行ってとか、そういうのがあります。だから農村とか遠隔地にはまだ余剰労働があるようです。だからベトナムの労働不足というのは地域的部分的な状況が今のところは続いているようで、国前提としては今言った転換点にはまだ達していないようだ、まだら模様であります。この状態で農耕間労働移動が加速しない理由はなぜかというのは、なぜかというと、例えば戦後日本だと、そのさっき言った1960年代に労働市場がタイトになるまで、あるいはなった後もですね、いわゆる農村からの出稼ぎというのは非常に激しい流れになって、都市がどん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 大きくなって、過疎が農村では進んでいったわけです。そういうこれはまあ韓国でも台湾でも、あるいは中国でも、タイでもそうですね、タイでも非常に農村の隅々まで人手不足になってます。なのにベトナムではまだまだら模様なのに、なぜそれが勢いよく続いていってないか、そういうふうにデータを見ると見えるわけですけれども、考えられる原因としては、実はまあ農村にも、まあ他の国と同じように既に労働不足が発生している、だから供給源がないということなんだろうか。2番目に、これはもっと深刻な問題ですけど、ベトナムの農村から出てくる労働者には近代工業化を要求する技能が欠けているんじゃないか。ベトナムの労働者は比較的に規律とかその根気とかそういうのあるんですが、いわゆる技能ですね、いわゆるだんだんその学習して身につける技能がないからそれほど来ないと。それから我々の目に見えないけれども労働移動を妨げる何らかの障害があるんじゃないか、そういうようなことは、これはまあ証明してません、これは問題提起ですけれども、なぜ他の国のように一挙にこう都市に流れていかないのかということを提案しました。
5番目、熟練労働不足の継続、これはまあベトナムにおられて創業されている方はみんなおっしゃるって分かっていることをずっと前からあることですけれども、まあ、一番最初の頃90年代半ばぐらいはベトナム人は優秀だと、若い手先が器用、真面目、根気強いと、でこれからもうそれからもう四半世紀を経たわけですけれども、これらの一部は失われたと思います。若いんですけどだんだん高齢化にいって、それから真面目だと言ってでも真面目でない人もとか、だからまだある、まだあるんですけれども従来ほどではない。それからこれだけ打ち出してるだけでは中所得からの上は目指せないんだろう。問題はまた政策の問題として、この市販機関に高度な人材が十分育成されてこなかったこと、科学者、経営者、技術者ですね、まだ外国人が FDI 企業でやってるところがあって、だから人材不足が常態化してるわけですよ。これはもうあのミドルマネージャーからトップから科学者から技術者から いないことはないんですよ。ああいう国、あの大きい国ですけど、やっぱり人数が足りないと思います。それから労働者、普通の若を見てみると、やっぱり若だけじゃないかもしれませんけど、短期志向、それから学習訓練離れという傾向がもうかなりの間見られます。で、職業訓練を、これはベトナムの定義で、職業訓練を受けていないワーカーの比率というのが下がるんじゃなくて高まってるんですね。それからまあこれもエピソードですけれども、北部ベトナムでは2015年前後に職業訓練短大の志願者が激減して、まあそういう短大が経営あの危機に陥ったわけですけれども、なぜそういうことが起こったかというと、労働不足が進行する中で、これ都市近郊ですけれども、進学して技術を学ぶよりも高校を卒業して就職した方がすぐ給料がもらえるからって、まあ、そりゃそうなんですけども、こういうマインドセットをほったらかしにしたままでは、やっぱりベトナムの将来、21世紀の残りの期間というものは本当に工業化を深めていけるかという問題があると思います。6番目、グローバルバルチェーンの参加ですけど、これはちょっと面白いところ私は思うんですけれども、これは我々がやったんじゃなくて、他のところの、まあ、同じ BPR の中でやった研究を引用するわけですけれども、こういうペーパーがあります。まず最初にですね、まあ、当然のことですけれども、我々にとっては当然のことですけれども、 FDI は、各国誘致するわけですけれども、誘致しただけでは自動的に国内企業が強化されたりグローバルバリューチェーンに貢献できるわけではないと。ホスト国側の条件整備が官民ともに必要である。これは、まあ、都道府県の本にもあるし、まあ、これは皆さんそう言えると思います。そこでこのベトナムのグローバルバリューチェーンというものは数字化できないかということで、ここの2019年去年のペーパーですけれども、それを見ますと、上流方向、つまり原材料、部品、まあ、その産業と言ってもいいと思うんですけど、そっちの方には一定の参加上昇が見られる。これは、これですけど、バックワードパーティシペーションというのが 21.6% から 44% 倍増しているわけですね。ところが下流、売る方、販売ブランドなんかの方は 12.6、11.4、 全然増えてません。まあ、世界市場に食い込んでいくのは難しいけれども、裾野の方は少しは早いとは言えないんですけど、裾野産業は育っていると言えますけれども、その裾野の多くは外資が担っているわけですから、グローバルバリューチェーンのベトナムの参加というものはまだまだ弱いと言わざるを得ない。でこのこととさっき言った単純作業を継続するロックイン状態になっているというのは、まあ、同じことでコインの両面 と言えると思います。そして最後に2つの要因分解、労働生産性というのは労働を分解できるわけですけれども、それのお話しします。労働生産性の変化率というのは TFP の変化率と資本進化に分けられます。これはもう定義的にそうなるんで、 TFP というのはいわゆるまあ簡単に言えば本当の効率性が上がっているという、生産性が上がっていると言っていいんですけれども、資本進化というのは一人の労働者が
たくさんの機会を持てる、担当できるようになるであるいはそのインフラもできることによって、あの一人の労働者が作るものが増えたっていうんで、これについてはまあ全然あれですね、あの、労働者の質が良くなったということは全然言えないんですけれども、まあ、データの上ではそうなります。でこれが結果なんですけれども、ベトナムのまずレーバープロダクティビティの動きがこれ一番最初に見せたお店施設と同じ、最初は高くてちょっと低くなって最近ちょっと上がった。これを分解要因分解すると、最初の頃はほとんどこの茶色ですね、つまり投資が増えて一人当たりの機会が増えたと、まあ、今まで古い機械ってほとんどない機械が入ってくることによって労働者一人当たりの生産が増えた。 TFP というものはむしろネガティブであんまり下がってたっていうのがあって、これがもうようやく変わってくるのは2000年の半ばぐらいから青いTFP がポジティブになってきまして、最近になるとまあ TFP の方が大きいっていう、そういう形になってます。でベトナム のいわゆる経済成長っていうのは非常にその投資の活発なといえばいいんですけど、過剰投資ってやりすぎるとそうなる、 ODA で作るインフラでもあまりにも作りすぎて、債務危機が落ちるとかそういうことはありますけれども、そういうので引っ張られていたところがあると思います。でこれをもうちょっとこう業種別に分解すると、まあ、業種別に分解するとかなりこうランダムというかノイズが増えるので見にくいところもあるんですけれども、でこれちょっと色変えちゃったんですけど、青だったのが今 TFP が黄色になりましたけれども、農業製造業建設についてはさっき言った全体の傾向と同じです。 TFP は最初マイナスだったけれども、だんだんプラスになって、まあ、製造業は今停滞してると言いましたから、そういうことでもないですけど、最近は黄色が増えてきた。でサービス業については、まあ、ほとんどその資本投下よりも、まあ、TFP の動きで動いていると言えると思います。これはベトナムの各産業分解したもので、で、まあ、関連するデータとしてアイコアというものがあって、限界資本係数ですね、1% GDP 増やすためにどれだけの投資が GDP の比率で必要かっていうのは示して、これが高ければ高いほど効率悪いわけで、成長を作るためにたくさん投資しなきゃいけないんで、そのデータがこれであります。アイコは大体3か4だといいと思うんですけれども、ベトナムは長い間5とか6とか7とかそういう非常に高い、たくさん投資する割にあまりの成長しないという状況がついてたんですけど、まあ、最近は良くなりつつ少し下がってきました。これ、まあ、いろんなデータ見るとこの数年間は改善しているのでですけど、その原因というのはまだ十分分かりません。データが短すぎるのもありますけれども、本当に良くなったのか、たまたまなんかこう外的要因なのか、それは検討余地があると思います。で全要素生産性のこれはもう何べんともお見せしたのと同じデータですけど、最初はマイナス、最近はプラスになっています。はい、要因分解の2は、労働生産性というのは別の分解すると、各業種ごとの生産性上昇、製造業の中でも繊維とか造船とか鉄鋼とかそういうのに分けられますけれど、それぞれが上がる、生産性上昇するという効果と、それから労働移動効果、労働者が、生産性の低い部門から高い部門に動くことによって、それによってもちろんその労働生産性、国全体の平均は高まります。その相乗効果、二次効果っていうのはこういうことやると必ず出てくるんですが、これはまあちょっと置いておいて、こういうふうに分解すると、業種ごとの生産性上昇、青いのが初期の部分では多い、で最近も多い、だからベトナム各業種それぞれに生産性伸ばしてるんで、それはまあ結構なことですけれども、それから労働が移動することによって、そのさらに加速するというのがこの緑の部分で、特に真ん中あたりが多いですね。だからやっぱり2000年代から2010年にかけてっていうのは、先ほどその台湾韓国のその労働集約的な工場が激増したって言いましたけど、それに働くために労働移動したのかもしれません。非常に活発な労働移動によって
成長、労働生産性が押し上げられたということが言えます。でこういう結果を見るとどういうことが、他の国からと見るとどういうことが言えるかというと、例えば韓国と中国を見ますとほとんど青ですね。青ということは各業種が一斉に生産性を伸ばして、もちろん労働者は移動するんですけれども、みんな伸びてるから、そこによってそんなにゲインは得られないという、そういう韓国中国の力強いといいますか、各業種が上がって、しかも労働が動いて、そう伸びてきたという形です。ところがタイとかインドネシア、 ASEAN に行くと、まあ、こっちのデータはちょっと年数が少ないというかですけれども、もうちょっと まだら模様といいますか、青だったり緑だったりとかバラバラですね。これはベトナムもちょっとそういう傾向があります。ずっと青だけでやってきたというわけじゃない。だからまあベトナムは ASEAN 型に近いと言えます。はい、ここまでがデータ分析の結果であります。で最後にちょっと生産性政策のことについて申し上げたいと思います。でベトナムは生産性政策やってきたかっていうと、確かにやってきたんですけれども、それが第5章でその歴史をまとめてあって、ここに表を年表にしてあります。いちいち説明しませんけれども、まあ政府レベルでも党レベルでも例えば TFP 目標を作ったり、品質の10年の2回やったりして、やってないことはないんです。ところが問題は、一番下に書いてるようにあんまり成果出てない。で官僚、その理由もレポート書きました。官僚主義、省庁間の壁、参加企業はあんまり集まらない。で BNPI というのは、その生産性インスティチュートっていう、その、まあ、日本で言えば日本生産性本部とかそういうことを中心にやる機関ですけど、そこの権限能力が不足している。予算も不足して、だから他国のような生産性突破は見られなかった。それから日本だけについて言いますと、 JICA や生産性本部の方は、まあ、長年 BNPI に対し多くの専門家派遣協力案件を実施してきたが、今でもやってるんですかね、ずっと続けてやってきたんですけど、今のところ目に見える成果は、そのマクロデータで生産性が上がってきたとか、国全体の生産性運動が高揚していて、そういうものは全然見られません。それでレポートの第2部ではですね、日本の生産性ツールの導入可能性について、まあ、ある意味で生産性分析のレポートとしては異例というか、普通はやらないんですけれども、このレポートは日本とベトナムの関係についての、なんていうか、政策的な意図もありますので、あえてそういう第2部を入れました。で我々のメッセージとしては、ベトナムには日本からの学びを来たるべきというか、ぜひやってほしい、全国の国生産性運動の重要な一要素として位置づけていただきたい、日本で学んでいただいてやっていただきたい。でまあ、これちょっと文句なんですけど、多くの国々が日本の生産性ツールを学習実践しているのに、この四半世紀日本の活発に、まあ、経済交流、人事交流もしてきたベトナムはもちろんあるんですけど、一部の民間企業や ODA の JICA の努力とかがありますけれども、国全体での生産性政策の中で日本のツールを導入したというのはまだない。これ以上不思議で、もうまあ韓国、台湾、マレーシア、シンガポール、あとでもタイももちろんですね、みんなやってるんですよ。インドだってマルチ数計から始めてやってますから、それがベトナムでは国ラベルでは全くやってないっていうのはちょっとおかしいんじゃないか。ただし、多角モデルはそのままコピーできないので、自国に合うように修正、組み合わせなどが必要。これは翻訳的適用って我々言ってますけど、もちろんコピーペイはできないと。もちろんモデルは日本に限る必要はないんですけれども、日本の生産性経験の深さ、日本企業の大きなプレゼンスはベトナムにおいてですよ。で日本の官民の協力姿勢を考えるとき、日本からの学習を中心に始めることは合理的であろうと。もちろん韓国でもドイツでも教えてくれるかもしれませんけれども、はい、日本ほどシステマティックにできるのはないと思います。それから過去に日本の協力を得て能動的に生産性を学んで成功した例として、シンガポールを紹介しました。
かなりのページを割いてですね、これをここの10個の日本から学べるから、まあ、日本の JICA なり接産性本部なり、AOTS なりごく普通のものだと通常だと思うんですけれども、これについてかなりのページを割いて説明しました。もう日本の皆さんに説明する必要ないと思いますけれども、でこれは何かということを説明して、日本でどういうふうに展開したか、それだけでなくて他国もうやってる国、タイとかインドとか台湾とかどういうふうに伝播したか、でベトナムでもしやり始めたものがあればどういうものをやったかということも説明して、まあ、これは学術的というより、ベトナムにこういうのを見てやる気を起こしてほしいという意図で書いてるわけ でもしやるときにはもちろんこれ全部を導入できませんから、すでにある程度始めてる 5S 改善というのはいろんなところでポツポツと始まってます。構成についてはもう JICA がベトナム構成モデルを入れて、今構成機構がやってらっしゃいます。で技能実習生はもういっぱい来てます。その産業こういうものはまあ日本がの協力でもうちょっと大きくした上で、他のものも、まあ、公設しようとするとかいうのは結構まだ、ね、何もないですから、だからそういうものをメリハリつけてやればいいんじゃないか。で最後に申し上げます、これはレポートに書いてません。で私の感想ですけれども、私は95年より産業研究知的支援やってきましたけれども、もういつもの文句ですけど、ベトナム政府のやる気、能力の不足、および責任者の不在に阻まれて、各案件ともあまり成果が出ていない。これは私だけじゃないと思いますけれども。でこれやってますと、まあ、他の国に行った時にと随分違う。高所得へ一気に駆け上がったニーズの政府と話すと全然違う。インドネシアなんか行くとまあちょっと似てるかなと思うとかありますが、タイと話しても、タイもいいとこもあるし、悪いとこもありますけれども、まあ、やっぱり全然ちょっとダメだなという。しかもこの状況は時間とともに改善しているとは言えない。1995年と2020年と比べてあまり変わってないと思います。で、まあ、ベトナムで顕著な成果を上げているのは、まあ、皆さんご存知の日英共同イニシアティブというものは、これはもう成果を上げたと言えますけど、まあ、ある意味では問題のもぐらたたきといいますか、細かい問題を一つずつ潰していくということで、そういうことは成果を上げた。で我々は私は、まあ、JICA の方とか大使館と一緒にここに書いているようなことをいろいろアドバイスしたり議論したんですけれども、私にとってベトナム政府に学習してもらいたい、獲得してもらいたい施策能力というのは企業的に同じなんです。で、まあ、材料が違うから違うだけで、結局やる気と姿勢と、あとそれ政策をきちんと作って実施するモニターする能力、それを身につけてもらうんで、一つがそれができれば他のもできるはずですから、まあ、どっから始めてもいい。で今は生産性という切り口で、レポート書いてます。で問題はベトナムのようなパートナー国に対して、我が国はどのような方法とかカウンターパートをどうやんで先方へのやる気が出るようにインセンティブを与えながら、やっぱり日本の企業側、あるいは日本の国益も考えなきゃいけないというので、どういうふうに付き合っていいのか、どういうふうに産業協力するかというのが今でもわからないというのが、このレポートを書きが終わった感想であります。どうも長い間失礼しました。はい、大野先生ありがとうございました。それでは次にトランバンプー先生よりベトナム経済の発展課題につきお話をいただきます。トランバンプー先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもこんにちは。まあ、私がいただいたテーマはベトナム経済の発展課題、これからご報告する内容は大野先生の内容と一部補完的になると思いますが、私ちょっと違う角度から、まあ、やや広い視野からベトナム経済の今の問題を考えてみたいと思います。実際に今日本の高度成長期ですね、まあ、皆様ご存じように1955年から73年まで18年間ぐらい
日本経済は年間 10% も成長した非常に奇跡的な成果であったんですが、この期間についてね、私は今ベトナム語で、本を書いています。まあ、多分年内にできればいいなと思っています。まあ、これはなぜかというとね、今後2020年代のベトナムの発展戦略を考えるために、まあ、参考できると思っているからです。まあ、65年ぐらい前の日本と現代ベトナムね、国際環境とか諸経条件が異なっていますけども、発展論に関する論点はね、例えば今日小野先生の問題のように生産性の向上の源泉とか中所得国の罠の克服とか、あるいは投入型成長の理解など、ね、こういうような点から見て、ね、日本の経験がかなり参考的だと思っています。まあ、そういうような視点からベトナム経済の発展課題を述べてみたいと。まあ、もちろん今日は日本の経験ではなくて現在のベトナムに焦点を合わせます。日本の経験については少しだけ触れることにします。まあ、まずですね、発展論と現在のベトナムを考える私の視点ですけども、まあ、今日小野教授と同様にね、生産性の向上が持続的な発展の条件と考えています。まあ、ただし私はもう少しですね、違う角度で、考えてみたいですね。発展段階によって生産性の向上の源泉が異なると、まずそう言えます。そして資本知識とか技術進歩、資源配分の改善がまず生産性の源泉ですね。で、制度改革、少しちょっと見えないな。ちょっと画面がですね、私のスライドはちょっと一部見えなくなっちゃう。まあ、資本知識の、もう資源配分の改善の、まあ、一つの条件でもあります。中所得国の罠論はありますけれども、まあ、今までですね、州として、投入型成長を批判して、まあ、要するに資本の投入とか労働力の投入とかね、そういうような、投入型成長を批判して、技術進歩による現状創生性を中心とする成長が、まあ、罠の克服の条件として主張してきました。これは私はちょっと違う考え方を持っていて、この資本とか資本と技術の分類は、まあ、まず混乱であるし、中所得は幅広くて、定位と高位、ね、に分けて議論すべきであります。ベトナムのように、ね、今は定位中所得国 の場合は投入型成長、要するに資本知識とか労働投入とかね、まだまだ有用である。だからここはですね、資源配分の改善がポイントである。まあ、この理論的な説明はですね、私とのカリコミ君が去年出版した本の第2章に詳しく書いてあります。さて、その次にですね、ベトナムのそういうような視点から考えますとですね、今の発展段階はどうなるかということを考えますと、ベトナムは2008年頃、定位中所得国の水準を達した。まあ、これは世界銀行の基準、ね、から見てそういうふうに言えます。で、今ベトナム共産党の政府の目標で、ね、実際に来年春党大会の政治報告の案を見ますとですね、2030年、自民共産党創立100周年で、ね、まあ、ベトナムは定位から高位、中所得国になる。そして建国100周年、2045年に高所得を目指していくというように書いています。まあ、私はですね、まあ、これからの発展戦略とか政策次第、少なくとも高位中所得国は達成可能だと
思っています。例えば2030年までですね、定位から中位、高位までは22年間ですね。まあ、ちなみにその間で韓国と台湾の場合は18年間。本来ならベトナムは後発国だから圧縮型成長で、韓国台湾よりも短い期間で達成すべきけれども、まあ、ただベトナムの現状を、ね、考えますと、まあ、20年間ぐらいかなと思っています。まあ、ちなみに同じ発展段階で考えますとね、さっきの本の中に書いてありますけれども、日本は1934年、36年、もち戦前の一番一人当たり所得のピークを迎えたんですね。その後は第二次大戦で落ち込んでいて、55年は、戦前のピークを回復した。まあ、大体この戦前ですね、30年代は日本は低位置所得国で、その後は高度成長で65年頃高位。そして70年代の半ばには高所得国とか先進国になった。まあ、このようにね、高度成長期で10年間で低位から高位、そして先進国へのまあ発展したと。こういうふうに考えます。ベトナムは2020年代の発展で30年まで、2030年まで高位一所得国になると思っています。ただその後はね、どうなるかは制度の質とか科学技術の進行によって、ここの点はちょっと予想が難しい。さて、現段階ですね、ベトナム経済の構造を見ますと、まず生産雇用における個人業種とか自営業とかね、のシェアが非常に高い。で、農業部門のシェアもまだ高いね。これは生産、GDP とか雇用におけるシェアは、ね、まだ高い。そして工業化のレベルがまだ低い。そしてさっき、オロン製のところにも出たルイス展艦隊ね、まださっきのことで、これは同じ見方であります。で、総じて経済構造が低位中所得国と高位中所得国の中間の特徴であると、と言えます。これの辺りね、ちょっとデータ見ますとですね、この所有形態別の GDP を見ますと、これですね、自営業のような個人業種とかですね、これはシェアはまだ 30% ぐらい、非常に高いということですね。まあ、ベトナムの場合、国有企業のシェアもまだ高い。この2つのところにね、改善すればね、大きく。資源配分を大きく改善して生産性は上がると考えられます。あるいはこれは農業部門ですね。農林水産は雇用の労働の約3分の1。これはまあ結構下がっていったけどもまだ高いと。まあ、さっき大野先生のところにも出たように農耕間の資源移動、労働移動はね、まだ十分ではないということはここでも見られます。そして今はやはり過剰労働とか豊富な労働力が大きく存在しています。生産性が高い部門への移動促進が課題であります。そして今実際に人口ボーナスという概念ありますね。人口ボーナスもいくつかの考え方がありますけれども、最近の人口の予測に基づいて一つの見方としてこういうことになっています。まあ、ベトナムの人口はですね、2040年代、2030年頃かな、1億1000万人ぐらい。その中に、ここにありますの労働力人口は7000ぐらい。ね、そして、これね、高齢者人口と、子どもの人口ですね、の比率はちょうど交わるところは2045年頃。まあ、この2045年頃はベトナム、まあ、労働力人口は7000で、その後はちょっと減少します。
この辺がここまでは人口ボーナスではないかと思います。まあ、まあ、要するにあとですね、まだまだベトナムの労働力とか、豊富で、そして過剰労働が存在するということができます。そして私はさっき、工業化の水準がまだ低いと言ったのはですね、これは人口ボーナス系の工業化率で、ね、各国を見ますとね、ベトナムはまだまあ、さっき言いましたように、ベトナムの人口ボーナスはまだあと20年ぐらいあるけども、けど、現金の方ですね、まだまだ低いですね。日本のような場合は、現金はより高いね、工業化率は 35% ぐらい。その後継は低下します。韓国、台湾などは、まあ、人口ボーナス系は結構工業化率は高いね。GDP の中の製造業の比率、ね、は高いね。ベトナムはまだまだ低いということが言えます。さて、そういうようなベトナムの現段階の構造を見てね、さて今、日本の行動成長期の前夜の経済構造はですね、実際にベトナムの今のベトナムとかなり似ているとということは、また今、発見しました。例えば、1954年の日本の場合ね、企業規模1人から29人、決める零細とか個人業種とかね、従業員数は製造業で 44%、サービス業は 74%、非常に高いね、非常に高い。そして農林水産もですね、40%、55年の時、40% も高い。あるいは輸出工場を見てね、労働集約的な産業の数、非常に高い。ということは、今のベトナムにかなり似てるね。さて、その後に、ね、日本の行動成長期の発展の特徴は何か、これは皆さんはもう分かっていることでね、詳しくは言いませんけども、明確な発展ビジョン、産業政策、貿易外資導入政策で、制度インフラの整備、要素市場の整備が特徴的ですね。で民間企業の主導で、積極的な技術導入によって、イノベーションを起こして、投資が投資を呼ぶという現象で、投資を支える資本市場の発達が非常に印象的で、この点は、ね、非常にやはり今ベトナムと違うんですけどね、当時は日本は零細企業でも銀行からお金を借りられたという点で、ね、資本市場の発達非常に印象的であります。その急速な工場転換によって生産性向上、年平均 10% で 20年間近く成長して、欧米先進国へのカッチアップが達成。まあだから全体としてね、現在のベトナムは日本の経験を学ぶべきと、まあ、と思います。さて、ここはベトナム経済の発展課題と政策、今まで述べたこととのまとめと法則的に説明しますと、過剰労働力を活用する工業化を一層推進する必要があります。ただ、これからですね、ご承知ように、自動化などで工業生産が労働節約的な傾向があります。また、コロナ感染で、労働輸出が限られるし、早期に労働輸出を卒業すべき。まあ、要するに、外国に出稼ぎですね。の労働者はですね、今まだ多いけども、まあ、いずれですね、これ、こういうようなことを卒業すべきであると。ここ卒業するということは、発展段階が上の方に行くということを意味します。まあ、このためには、まあ、1億人の人口の雇用をですね、保障するためにですね、大幅な工業化の推進と、所定一部のサービス産業の発展も必要であると思います。まあ、現在ですね、工業化、ベトナムは工業化、まず進化。進化というのは今、組み立てとか加工が中心ですけれども、それだけではなくて、中間材も生産すると。部品とか、裾の産業とかですね。
そしてその広まり、つまり繊維衣類連携だけでなく食品化、高付加価値など幅広く多くの産業、まあ、ベトナムはあの1億人の人口だからあの工業化というのはあの、まあ、昔日本はワンセット主義とかなんか言い方あったけども、まあ、かなり幅広い工業を発展すべきだと思っています。こういうことで、まあ、特にですね、人口1億人の雇用、食料の確保、そして世界的に見てもコロナ感染世界への食料供給とですね、ベトナムで食料生産基地として、まあ、有望であると。というふうに、まあ、食料生産というのは農業と工業のですね、の結合であります。そして、今述べたように、雇用の確保のため、工業化とともに情報技術などのサービス産業になって、これはベトナムの今の若い人たちですね、数学が好きな人たちとか、IT などが好きな人たちが多いので、こういうような産業の発展が有望だと思います。そして米中摩擦、今米中摩擦コロナリスクなどで中国からの生産工場のシフトという新しい FDI の新しい波がベトナムにとって今好機だと考えて、だから今述べた工業化の有用を、ね、満たすために今の好機を利用すると。しかし新しい FDI の新しい波を効果的に迎えるための条件の整備も必要であると考えます。まあ、それは何かというと、次にちょっと書いてあります。まあ実際にですね、ベトナム経済における FDI の存在はすでに大きいね。例えば工業生産は半分ぐらいは FDI 外資系企業ですね。今輸出の 65% ぐらいは外資系企業がになっています。だからこれ以上ですね、FDI の依存はあまり望ましくないね。むしろ選択的、ベトナムにとって非常に重要な FDI の案件を選択的に導入する必要があります。まあ、そのためにね、今の新しい波を自発的流れではなくて、方向づける政策で誘導して、工業工場の進化と広まりを促進するとともに、国内企業の発展につながる広報連関効果、大きい案件を優先的に導入すべきと思っています。そして国内企業、しかし国内民間企業の発展ですね、を促進する必要がありますね。そのための制度の改革、特に中小企業を発展するための要素市場で、これは資本、土地。実際に資本とか資金、投資資金とか用地を確保するためね、中小企業はいろいろな困難に直面してますので、この点を改革する必要がある。この要素市場の発展や FDI の戦略的な利用で、国内民間企業の発展促進に伴って、過剰労働、個人零細企業の解消、資源配分改善で生産性の向上になると考えています。そして、やはり、まあ、さっき大野先生の報告の中にも出た問題ね、労働力の質ですね。これは向上しなければならない。これは短期的と長期的に、分けて考える。要するに質の高い FDI の導入、工業工場の高度化のために質の高い労働力を供給しなければならない。でもすぐにはできないね、これ難しいですね。でも幸いね、実際に今日本での技能実習生、まあ、22万人もいますね。これ非常に多いね。そして特別技能実習生、これ2300人ぐらいいますね。これらの人たち、この帰国接触者、ね、新たな技能実習生の準備で対応する。
で、これ今日本とベトナムの関係でこの辺を促進して、そして質の高い労働力をすぐ確保できるね。まあ、先週菅首相のベトナム訪問されたんだけども、この機会を私はベトナムエスプレス、ね、の依頼でちょっと、エッセイ書いたんですけども、これ新しい投入運動という題で、書きました。この、まあ、ご承知ように115年前ね、ベトナムの投入運動があって、まあ、当時、ベトナム青年200人、ベトナムに日本に派遣されて、まあ、日本の、近代化とか日本の協力をいただくと、そういうような運動だったんだけども、今はやはりこのようにね、技能実習生だけでも22万人ですね。そして留学生は今8万人ぐらい、8000人ぐらいいると。というように、ベトナムにとってですね、非常に貴重な人的資源であります。だから FBI の新しい波と質の高い労働力の供給で、日本との協力の新時代を迎えると。ということは、こういうようなことを書いていってね、結構大きな反響をいただきました。そして、まあ、これは短期的にね、短期的であります。中長期的には、今、ベトナムに中級学校というものがありまして、そして高等学校という2つ の、種類 の、 人的な養成の学校です、ね、があります。ただ、これは、ね、中級はと高校卒業って2年間勉強ですね。高等というのは高等学校卒業って3年間勉強する。ここちょっと中途半端ですね。私はですね、これを改革して日本の高度成長期の、ねね、高専とか短大のような、ね、ものに、まあ、変えればどうかなと考えています。そして、まあ、これからですね、デジタル経済の時代を迎えて労働力の質も変わるので、まあ、そのもちろん昔の日本とはちょっと違うけども、こういうような新しい要因に加えて、要請すればどうかと思っています。まあ、それで、以上ですね、ちょっとまとめますと、現段階のベトナムは低中所得レベルで、過剰労働、個人零細企業の大きい存在、工業化の低水準が特徴的であります。質の高い FDI の導入と波及効果の促進。波及効果というのは国内の中小企業などへの波及ですね。そして、要素市場の改革。労働力の質の向上で、投資が投資を呼ぶ現象を生じさせる。そして、企業規模の拡大で技術導入、イノベーションが可能になる。国有部門の縮小。民間部門の拡大、過剰労働力の段階と階層で資源配分が大きく改善する。こういうことで、こういうような戦略とか政策で、2020年代の高成長が実現して、高位中所得国への発展が期待できると思っています。まあ、要するにね、質の高い投資。この質の高い投資、この投資というのは資本知識になりますね。投入型成長の、一部でもあります。こういうようなことはベトナムにとってまだまだ有用であると、結論したいと思っています。まあ、私のですね、見方はやや小野先生ほど悲観的ではないけども、もちろん今、政策とか戦略次第で2020年代のベトナム経済が、まあまあ、明るい展望できると思っています。まあ、以上で、どうもありがとうございました。はい、どうも。はい。トランザンプー先生、どうもありがとうございました。はい、それではこれより質疑応答
ディスカッションに入らせていただきます。時間の制約上ここでは、16時までにいただいたご質問の中から全部で5点取り上げさせていただきます。そのうち3点は大野先生とトランバントゥ先生にお二人にお伺いしたい質問です。でまず最初にその3点の質問をここでお伺いさせていただきます。まず1点目です。ベトナム の, 北と 南の間で政府職員のやる気や能力で違いはあるものでしょうか。1990年代と現在とで変化はありますか。まずこれが1点目 の, ご質問です。別に政府職員全部あったわけじゃないんですけど、感想としては北だからどう南だからどうっていうのは僕は それを感じるほどたくさん見ていません、いろんな賞を。ただし北でも南でも非常にやる気があるところと全然やる気がないというか、口では非常に立派なことを言うけど何のフォローアップないという、何賞とは言いませんけれどもいろいろありまして、それは中央レベルではかなり私の言ったようになかなかやる気能力があれなんですけど、地方ではもうちょっとまだらもど模様じゃないかと思います。もちろん商売人だと南方がいいんですけど、政府レベルはまずトップの方は北から来るから、そこのところは同じなとこがあるかもしれないんですけれども、中堅の方とか下の方はいろいろそんなに感じることないですね。で一つ、いや数年前5年ぐらい前にやったのは、やはり中央政府とばっかりやってたらダメなんで、やる気があるで、やる気とポテンシャルのあるリーダーとその幹部がいる省とやろうということで、北はハーナム省、南はバリア・ブンタオ省とジャイカと一緒にやらせていただいて、ハーナム省はもう非常に日本が入るほどないほど一生懸命やって、マイティ・エンズンさんが今の官房長官ですけどがリードされてて、南の方はもうちょっとこう何ていうか何やりたいか分かんないところがあったんですけど、だからいいしょ、あと前はダナンも良かったとか言われてくる、ちょっと汚職問題みたいなそういうのがあって、だから答えとしては政府職員のやる気が90年代から良くなったかっていう、僕はそんな感じないですね。ただやっぱりそのFDI で投資セミナーで日本に来るっていうのはだんだん慣れてくると、まあみんなそのだから慣れてくるってそういうのはあるんですけど、根本的にこの人を戦略的にこう自分の賞を上げていこうっていう人がいるっていうのは、それはリーダーによります。そうですね、大体私も大野先生の考え方と同じですけども、まあ、90年代と今、ね、比較すれば、まあ、90年代の時に南の方がですね、まあ、やる気が、まあ、強かったですね。それでけども今はまあほぼ同じの、どちらもまあ、政治家とかあるいは役人ですねのレベルは今はそんなに違わないと思う。ただ経営者とかですね、あるいは専門家とかですね、南のはかなり、まあ、やる気あるいは何と言いますかね、威圧的ですね、主体性が強い人が多いですね。まあ、例えばですね、この20年間ぐらいはね、政府機関で、まあ、例えばホーチミン市で勤めた専門家はですね、ちょっと今のビューロクラシーが嫌いで、それで辞めて、ね、民間企業に移ったりしてするような人が結構います。こういうようなことはハノイには見られないですね。ホーチミンにはよくありました。まあ、その点でですね、
まあ、指導者とか政治家とか役人のレベルではあまり変わらないけども、それない人たちをね、南へ行きたはまだ違うなと思ってます。はい、以上です。はい、小野先生、トランバント先生、どうもありがとうございます。それでは次のご質問に移らせていただきます。大野先生のスライド10の中に、ゴエス改善、高専などの、そのような教育の重要性というお話もございましたが、一方でそのようなことというのは、昔からやっている、基本的な基礎からのお話でもあり、今もうベトナムのようにほどほどの豊かさに達成しているところであればもう良いという感じはあるのだろうかというご質問がございました。ただ参加者の方からベトナム人の参加者の方からですね、やはりこのようなゴエスとか改善とかこのような教育というのは、非常に根付いていてというようなコメントもございましたので、合わせて今ご紹介させていただきましたが、このようなマインドセットですとかこのような教育に対する今後のベトナムでのベトナムでのその重要性ということに関して改めて大野先生、あとトランバントゥ先生、お話をいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。僕からでいいですか。今の質問って、僕は商工省の役人で一時ずっ ずっとセミナーやってたことありますけれども、全く同じことを言われました。改善とか護衛とかもうベトナムも卒業したんだ、もっと難しいこと言えとか言ったけれども、これ実際に行ってみると、もちろんちゃんとやってる、一生懸命やってる民間のベトナムの企業あります。だけど数が全然少ないですから、こんなものはやっぱり国全体として見て生産性を上げるっていうほどにはなってない。そこがやっぱりなんか日本の生産性運動50年代の後半とか、あるいは台湾、韓国、他のいわゆるニーズ国がやってるのと全然違うところでありまして、私から見ると、私はいろんな国行ってるんですけれども、ベトナムがやったって、もちろんやったのを見つけることは可能で、僕らそういうところよくあるんですけど、国全体としてはまだ全然そういう基本的なゴエス改善、公設市なんて中小企業のテクニカルなものをサポートしてくれるような機会を持ってるところが、ほとんどないんじゃないですか。だからそれ、私が書いた10個のことって非常に基本的ではありますけれども、やるのそんな簡単じゃない。その産業を育てるとか、公設市をどんどん作るってさ、お金もかかるし人もいる問題だし、そういうことを やることは僕は全く必要だと思います。全然やってないと思います。他の ASEAN と比べてもそうですし、ニーズというかいわゆるハイパフォーミングカントリーと比べて、もちろん 4.0 とか AI を学びたいとかそういうのがあって、それは特に民間の商売ベースで導入するというか、 IoT をやってる企業も企業ベースではありますけれども、それは国の全体の生産性を上げるっていうふうにはまだならないし、そういうのはどんどんやっていただけばいいけれども、労働者が全然その技術を学ばないで高校出てわずかな現金でもらってそっちが嬉しいっていうのがある限りは、やっぱりマインドセット、ゴエスから始めて私に書いた10項目、その産業なんて全然簡単じゃないと思うし、全然ベトナムが遅れてるということは政府も認識していることですから、そのレベルをやった上でピラミッドの上の方を積んでいく必要があるんじゃないかと思います。今生産性についてのベトナム政府の、やってるかどうかという質問ですか。最近のベトナム首相が一つの決定を出しまして、これは多分ですね、ベトナムで生産性運動かな、生産性が
なぜ必要であるかと。これはまあ、過去2年間ぐらいかな、梅田大使、そして小野先生の、いろいろベトナムでの活動 の結果の一つだと思いますけれども、最近ベトナム政府はですね、今後生産性向上がいかに重要であるかということをかなり認識するようになりました。実際にのこの間首相も一つの、決定を出しました。それによるとですね、今後生産性報告年間報告書をしなければならないということを決めました。そして生産性向上のフォーラム、ね、これも年間開催することに決定しました。まあ、だからこういうことですね、もう動き出していると、と思います。はい、大野先生、トダンバントゥ先生、ありがとうございます。それでは次の質問に移らせていただきます。観光レジャー業界の労働力に関する展望ということで、特にまあ、スキルや経験のあるマネジメントレベルの教育、またその、まあ、スキルの獲得に関してお聞かせ、ご存知のことがありましたらお聞かせいただければと思います。特にもし可能であればダナン市の状況についても、はい、何かコメントがありましたらよろしくお願いいたします。ちょっとこれはダナン市ということで、トラマンド先生、観光産業ですか、先生にお願いします。詳細なことはね、私も知りませんよね。もうこの1年間ぐらいはベトナムに帰れなかったのに、去年までは年間5、6回ベトナムに帰ったんだけども、今年はまだ帰れなくて困っています。ただね、今この間菅首相ベトナム訪問された時も、ベトナム首相と日本首相とですね、まあ、両国の人的な往来ね、もっと促進しなければないという考え方に一致したようで、それでベトナム政府もですね、幸いコロナ感染の問題は比較的に、まあ、軽いということで、経済再開、経済回復というところに力を入れます。そうしますと、どうしても経済回復だと対外関係ですね、もうなるべく早く正常化させなければならないと、という方向で、まあまあ、動いているようであります。まあ、もちろんこれは、感染ですね、コロナ感染の再発などにならないように注意しながら、開催すると、再開するとということを私は聞いています。すみません、それ以上はちょっと詳しくは、すみません。その意図が入ってくるかどうかわかんないんですけど、ダナン市については2年前ですけどね、なんかダナンちょっとスキャンダルがあって、新しく来た市長、北から来られたんだと思いますけど、それがなんとかまたダナン市っていうのはしばらくすごい、なんて言いますか、いろんなインフラ投資も呼び込んで、いろんな開発もして、すごいトップ、なんていうかリーディングだったんですけれども、それから新しくそのスキャンダルの後、何とかしなきゃいけないということで、専門家を呼んで、僕もそれ呼ばれそうになって、そのダナン市の、マスタープランという計画のドラフトも読んだんですけれども、よくはなんていうか、また同じ問題があってですね、そのどこの計画でも、そんなことを書いてあるんですけど、結局絞り込んでどのアクションをプランするのかっていうようなことない、レポートだったと思います。
観光については、だからダナン市の観光資源というのは、まあ、ダナン市はちっちゃいですけど、まあ、周りにホイアンとか、チャンパでしたっけ、そういう遺跡もあるから、観光資源としては非常にいいところなんですけれども、それは国内観光のあれとしても非常に、国内の観光のデスティネーションというのも非常に人気あるんじゃないでしょうか。ただその経営とかマネジメントのスキルになってくると、僕らが言った10個の項目っていうのは今の基本的でやんなきゃいけないと申しましたけれども、やっぱりハイレベルのマネジメントを作るっていうのはやっぱり企業レベルで民間でいろいろできるんじゃないかと思って、もし政府がそれを支援したいんだったら上に何か補助金とかプレベリッジ作るっていうことで、政府自体がどうこうやるというよりは、そういう民間のやってることを間接的にサポートするというのがいいんじゃないかと思います。それだけにしておきます。はい、大野先生、トランバントゥ先生、どうもありがとうございます。それでは次は大野先生にご質問です。韓国や台湾、シンガポールなどのニーズが経済開発を達成していた時期と、今のベトナムを含む多くの途上国が直面する国際か政治経済的な環境は違いがあると言われています。ベトナムが、まあ、中所得の罠から脱出するにあたり、まあ、このような変化というのがどのような影響を与えるとお考えでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。その質問よく聞くんで、最近書いたというか強調した強編した How Nations Learn という本があるんですけれども、そこでも同じことをそういう原則論を言いました。まあ、60年代とは違うとか90年代とは違うとか日本とか韓国の時代とは違って、まあ、ある意味では当然ですけど、これは一般的に言えば国によって時代によってその開発の初期条件というのが環境が違うというのはある意味で当然で、ある一方で共通の部分変わらない部分もあるということで、そこはもう何の議論をするにせよそれは分かってもらわないといけないんで、前と全く同じでワンサイズフィッツオールでいいということが全然いないし、かといって60年代と違うから全然違うことをやらなきゃいけないということはない。だから何が同じで何をが国によって時代って違うかということは、それはもう最初にアイデンティファイしなきゃいけないので、その境目もどんどん変わっていきます。だからその共通の部分、例えば人材を育成しない教育訓練が大事だとか、官民の連携が大事だとか、情報共有が大事だとか、インスティチューションが必要だとか、コラプションはダメだとか、キリがないんですけど、技術導入は大事だとか、そういうことはもうどこの国の時代でも同じなんで、別にグローバライゼーションになっても今の時代になっても何も変わらない。変わらないけれども、やり方としてやり方が変わってくるっていう、その具体論はあります。これが一つですね。だから今言ってるのは、我々が言ってること、あとトランバントス先生が言ったような、投資の選択とか要素市場を良くしなきゃいけない、労働の質を上げなきゃいけないって、これは何も60年代だろうと明治時代だろうと変わっていないんじゃないかと思います。その辺のオールオーナッシングじゃなくて、開発には絶対やんなきゃいけないことがあって、あるいは中小企業を伸ばすとかね、そういうことも外資との連携をポジティブに行ってもするっていうのがあって、それをどういうふうにするかっていうことの具体論は変わってくる。それからまあ、これもいろんなスティグリッツとかチャンの本でよく言うんですけど、今はもう自由貿易だとか自由経済とかって最初から飛び込まさせてさせられて、あれをいわゆるその用地産業保護論というのはダメだとか言うけれども、そこの部分で政策スペースが縮まるのはごく僕はわずかだと思います。結局関税上げちゃ黙っていくでしょ。あれは非関税強、まあ、貿易と貿易禁止をバンバン出してはいけない。だけど政策、開発政策の中でそれが占める部分というのはそんな大きくない。関税下げてもやれることはいろいろあります。僕が今言ってずっと言ってのことをちゃんとやれば、技術なり人材なりインスティチューションなりバンキングなり、そういうことをやればそういうふうにお答えして、
だから時代や国が業種が違うのと、それから共通の課題というのと、その境目をよく常に理解すれば、すべて掘り出すこともないし、全く同じやり方をやることないという、まあ、ある意味でそういうマチュアなそういう政策論というのは必要だと思います。はい。はい、ありがとうございます。トランバート先生、もし今のご質問に関して何かコメントなどございましたら、大丈夫ですか？はい、どうもありがとうございます。はい、はい、それでは次、最後の質問となります。これはベトナム人 の参加者の方より同じトランバントゥ先生にお答えいただきたいとのことです。ベトナムから、労働者が多く来日して、低所得者から中所得者となり、ベトナムに戻りますが、しかし生活水準というのは、依然として低く、やはりそこは、マインドセットが追いつかないためであると考えております。で、ODA というのはしっかりはしていますが、一方で円借款が多く入っていることが原因で政策が進まないのではないかとの政策が進まないのではないか、そこで同じベトナム人として、ベトナムにはその ODA の支援は必要と思われますか、このようなご質問をいただいておりますので、はい、トランバントゥ先生、よろしくお願いいたします。はい、ですね、実際に私は4年前にベトナムで、本を出版しましたけれども、その中にですね、ODA 卒業というキーワードで、分析したことがあります。 ODA 卒業というのはいずれですね、ODA を受け入れなくても、発展続けるようにしなければならないと。これはね、例えば韓国、台湾、タイなどは、ODA は一時期で20年間ぐらいとか30年間で、導入したけども、その後は、導入しなくなると。特に韓国のような国は20年間以内ね、もう卒業する。ODA を私はかなり批判的にベトナムの ODA 導入を見ましたけども、非常に国内で、投資などで、浪費、国内の予算ね、国内の資金を浪費して、で、大事に使わないということで、ね、大事に使わないのに外国からどんどん ODA を導入するということはおかしいですね。でだからまず国内の資源をまず有効に活用して、それで足りない分だけは外国の ODA に依存する、そしていずれ卒業するように努力しなければならないと、そういうようなことを主張しました。だから今も同じ考え方ですが、ベトナムはですね、もうロイモイ以降ですね、ODA を導入してもう30年近いですね、27年間もう経ちました。だからもうそろそろあと5年以内に卒業した方がいいと私は思います。そうでないと、経済発展できないというふうに考えます。はい、トランバントゥ先生、どうもありがとうございます。それでは時間が参りましたので、ここで質疑応答を締めさせていただきます。大野先生、トランバントゥ先生、またご質問やコメントをいただいた皆様方、誠にありがとうございました。本日のウェビナーの録画および資料は後日クリップス並びに開発フォーラムのウェブサイトに掲載予定ですので、そちらも合わせてご確認いただければと思います。それでは最後になりましたが、本日はお忙しい中お時間を割いていただき誠にありがとうございました。